チームファーストの精神とポジティブな性格っていうのをお伝えできればいいなと考えています。今回の面接は合格です。素晴らしかったです。5つあるんでゆっくりいきますね。はい、1つ目、どうもこんにちは、新代理メンバーの鈴です。本日はですね、去年動画に出演してくれた立教大4年の浅津さんと模擬面接動画を撮っていきます。お願いします。で、去年はデベロッパー志望だったんですよね、はい、で、1年間かけて就活やっていて、5大商社と大手デベロッパーに内定をいただいたということで、もう1社大手デベロッパーの面接が残ってるとのことだったので、今回はその企業を想定で面接させていただければなと思います、はい、ということで、本日の面接官は戸井さんです。戸井さん、自己紹介お願いします。はい、現在ですね、ワンキャリアとか外資就活 .com などで就活の支援をしています、トイアンナと申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。立教大学経営学部の浅津裕二と申します。就活ラストスパートなので、もう一踏ん張り頑張りたいと思います。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。では早速面接始めていきます。はい、では改めまして、自己紹介を簡単にお願いできますでしょうか。ありがとうございます。立教大学経営学部国際経営学科から参りました浅津裕二と申します。大学ではですね、スポーツマーケティングとリーダーシップという少しマイナーな科目について勉強してきました。また課外活動ではですね、スターバックスコーヒーでのアルバイトと、中学生から始めたバスケットボールを現在も続けています。本日は短い時間ですが、私のチームファーストの精神とポジティブな性格というのをお伝えできればいいなと考えています。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。では早速なんですけども、はい、このチームファーストとポジティブに関して、はい、学生時代に力を入れたことから教えていただけますか。ありがとうございます。私が学生時代に最も力を入れたことはですね、大学で所属していたバスケットボールチームにおいて人生初めてのキャプテンを務めたという経験です。もう少し詳しく説明してもよろしいですか。はい、お願いします。ありがとうございます。実際にですね、自分は初めてキャプテンを務めたんですけど、チームが抱えていた課題に対して選手全員との個人面談を通じてチームでその課題を解決するということの貢献をキャプテンとして、することができたのが自分の最も力を入れた経験となります。はい、ありがとうございます。その個人面談をなぜすることになったんですか。自分の失敗を生かしての、判断になります。自分最初課題を抱えた時にですね、解決策としてチーム全員に対してアクションを起こしました。しかしそれは結局効果がなくて、自分の統率力不足が原因だとずっと考えていたんですけど、チーム全員に対してアクションを起こして結果がなかったとしても、一人一人にアクションを起こせば最終的に全体が変わることができるんじゃないかと考えて、視点を全体から個人に当てて、この、個人面談という施策を講じました。ありがとうございます。具体的にじゃあ個人面談をされたということですが、はい、その結果として何か変化は起きたのでしょうか。はい、結論から申し上げますと、選手全員が自分がチームに貢献できる方法っていうのをちゃんと自覚して、チームに対してアクションを起こすようになったというのが、チームとしての得たものかなと感じています。はい、ありがとうございます。もし他にエピソードがあればなんですけれども、はい、ご自身がリーダーシップを発揮して周りを動かしたような経験があれば教えていただけますか。はい、ありがとうございます。自分がリーダーシップを発揮してこう周りを巻き込んだみたいなエピソードで申し上げますと、はい、先ほど自分の自己紹介でも少し話したリーダーシップに関してなんですけど、大学3年生の時に学部で行われているリーダーシップ育成科目というものがありまして、はい、そちらのアシスタントを務めていました、はい、その際にですね、学生17名でのこうアシスタントの運営体制というのを見直して科目の成長に貢献したかなと考えています。この科目が少しだけ背景複雑なので、もう少し説明しても大丈夫ですか。はい、お願いします。ありがとうございます。この科目はですね、学部が実際に提携企業様をお招きしまして、提携企業様から課題をいただきます、はい、その課題に対してですね、大学2年生300名が大体5人ずつぐらいのチームを組んで、その課題解決に向けたこうビジネスプランを提案するという、その中でリーダーシップを育成するという科目でして、大学受講生が大学2年生300名で、まあ、自分を含めた大学3年生17名がその、リーダーシップ開発するこう科目の支援を行っていたというものになります。ありがとうございます。そこでですね、はい、どんな課題があったんですか。はいはい、ありがとうございます。この課題がですね、300名のクラスが30人ずつのクラスで分かれて授業を行っていくんですけど、はい、こうクラスの間で学びの質に関するこう調査を行ったところ、はい、それらの数値にすごくクラス間で差があったというのがあります、うん、同じ科目をしている中でもクラスによって差があるというのが、うん、自分たちの、運営スタッフが抱えていた課題かなと感じています、はい、それに対して、はい、浅津さんご自身が貢献したなというところはどういったことだったんですか。はい、ありがとうございます。僕は2つのことを、提案して、はい、運営の見直しを行いました、はい、まず1つ目がですね、授業の形態を少しだけ変えるというものが
ありまして、今までですと各クラスに担当のこう先生役になるスタッフがいたんですけど、まあ、彼らと一緒に話して彼らの得意不得意っていうのを改めて共通認識を生んだ上で、例えば話すのが得意な人が難しい話をクラスまたいでやるとか、一方でちょっと資料作るのが得意だけど話すのが得意じゃないよって人は一回前に立つのをやめて資料作成に徹したりとか、そういうこうお互いの他者理解っていうのを深めて、それぞれの個性を生かしてまあ分業というのを行ったというのがまず一つです。もう一つがですね、授業のそれぞれ各先生役を行っているスタッフが自分たちの運営のこうノウハウを共有するというのがありまして、まあ、自分たちのこのクラスでこういうことがうまくいったよとか、こういうことがうまくいかないんだけど何かアドバイスあるとか、そういったものをこう定期的にミーティングを開いて共有することによって、全てのクラスで足並みを揃えてお学びの質を上げていくということをできるんじゃないかと考えて、この2つを提案しました。ありがとうございます。これらの結果どんな変化がありましたか？はい、ありがとうございます。これらの結果ですね、まず前提としてこのスコアの差はだいぶ縮まったというのがあります。それに加えてですね、もともと最終的にこの調査で受講生300人に対してこれ8点満点中これぐらいの点数を取ろうという目標があったんですけど、それが平均値で出す目標だったんですけど、はい、その目標を全クラスが超えるというものがあったので、うん、そういった意味では全てのクラスが、差を縮めて、なおかつ全体のクラスで学びの質が上がったかなと考えています。ありがとうございます。では一旦ですね、はい、この話から離れて、はい、朝露さんがこれは弱みなんだよなって感じてらっしゃることがあれば教えていただけますか？はい、ありがとうございます。自分が弱みに感じていることがですね、当事者意識が強すぎて何でもかんでも自分がとこう前に出てしまって仲間の活躍するチャンスを奪ってしまうというのが自分の弱みかなと考えています。はい、ありがとうございます。ちなみに今はこういったことに対してご自身で何か対策は打たれてますか？ ありがとうございます。対策でいうと自分は2つ意識していることがあります、はい、まず1つ目がですね、組織の視点を常に持つというものがありまして、はい、組織のゴール、それに対して自分がどのような役割を持っていて何を求められているのかというのを常に意識することで、その状況における自分のやるべきことっていうのを明確にして、まあ、自分の持っているパワーを 100% で発揮できるかなと考えています。2つ目がですね、自分ができない分はこう仲間をモチベートするというものがありまして、やっぱり仲間もちゃんと仕事を持ってるっていうことは、その仕事を与えられた人が適任であるという前提で仕事をしていると思うので、自分がやりたいの気持ちは抑えて、でそのやる担当する仲間のモチベートしてパフォーマンスを最大化させることでチームとしてのこう成果を上げることができると考えているので、この自分のやりたい気持ちを抑えてモチベートするという2つ目と、まあ、1つ目もお話しさせていただいた、まあ、全体を意識するというところは自分のこの弱みをこうカバーする上では必要なものかなと思います、はい、ありがとうございます、はい、では続けてですね、はい、なぜデベロッパー業界に関心があるのか教えていただけますか？はい、ありがとうございます。少し自分のバックグラウンドをお話しさせていただいてもよろしいですか？はい、ありがとうございます。自分は父親がですね、不動産関係の仕事をしておりまして、幼少期からこう父親が携わってきた商業施設などを全国に旅行しに行くとか、そういう生活をしていたので、自分の何か分かってないんですけど、うっすら頭の中にこう生活の中に不動産という仕事がありました。そんな中で就活を始めてですね、まあ、何をしたとか、どう考えたとか、そういうものを振り返った時に、あの場所でこれをしたなとか、あの瞬間にこういうことを考えたなとか、結局自分の体験とかこう経験とか価値観っていうのが場所や空間に紐付けられて自分の記憶の中にあるなと感じました。でその時にですね、その不動産、父親をやっていた不動産という仕事がその場所や空間を提供する仕事なんだと自分は確信して不動産に興味を持ちました。ありがとうございます。具体的にですね、はい、では就職された時にやりたいことっていうのは決まってらっしゃるんですか？はい、ありがとうございます。もし自分が不動産総合デベロッパーに就職することができましたらですね、全ての業務をやりたいと感じていますが、いつの日か自分にチャンスがあれば、まあ、大型の再開発に携わりたいと考えています。その理由をお聞かせください。はい、ありがとうございます。自分のモチベーションの源泉がですね、人の期待を超えるというものがあります。なので不動産総合デベロッパーに就職した時に、再開発って全てのこうアセットの、まあ、要はオールスターチームみたいなのを組んで一つのプロジェクトに、携わると思うので、そういった意味で、まあ、自分のチームファーストという価値観もあるので、まあ、チームを組んで、全ての総合力を持って人の期待を超えるという、場面に一番近いのが大型の再開発かなと考えているので、いつの日かチャンスがあれば大型再開発に関わりたいです。ありがとうございます。ではですね、一つちょっとうがった質問なんですけれども、はい、チームをどうしても一緒にやっていくってなると、はい、例えばバスケ部の中でももうバスケ部やめたいなって人とかもいたこと
ありますか？そうですね、自分の場合は少なかったは少なかったんですけど、はい、数人はいました。はい、でそういう、もう根本的にモチベーションが下がってしまっている人に対してはどういうふうに対応されてるんですか？ありがとうございます。自分で言うと面談に応じてくれないだったり練習に来ないみたいな選手に対しては、一回こうバスケットから切り離したオフの私生活の時に接することを心がけていました。まあ、具体的に申し上げますと、例えば面談をするからいついつ来てとかいついつ時間取ってって言った時に、はい、いやめんどくさいとか、ちょっとそこまでやる必要ないじゃんみたいなことを言う選手もたくさんいたんですけど、まあ、そういう選手には例えば、まあ、2つぐらいアプローチがありまして、まず1つ目は、まあ、バスケと関係ないところで話しかける。例えば、まあ、お酒飲みに行ってちょっと最近チームどう思うとか、うん、そういう話を聞いてオフのところから、まあ、刺激をもらうというところだったり、もう1つはそもそもこう話す気がないので自分の意見を言ってくれないからこそ、自分がアイデアを出して叩き台として、その全くモチベーションとかがない選手に意見を求めて、それをちょっと叩いてもらう、フィードバックしてもらう中で彼らが考えていることをお伺いするみたいないう施策もあったので、そういった意味では全くモチベーションがない選手にはあえてその場から離れたところで話を聞くだったり、直接聞かずに間接的に意見を引き出すみたいな、そういうところを意識しています。ありがとうございます。ではですね、面接でお伺いしたいことは以上になるので、はい、最後に一言何かあれば教えてください。はい、本日はお時間いただきありがとうございました。私は留学経験もなければ突出した才能もなく、まあ、俗に言うエリートではないかもしれませんが、自分のポジティブな性格だったりチームファーストの価値観というのはすごく自信があります。多様な立場の方々と一緒に仕事をするデベロッパーという仕事では、自分のこの強みというのは最大限に活かせると確信しています。もし入社することができたら、自分はこの強みを生かしてですね、社内外全員が最高のパフォーマンスを引き出せるようなチームを作っていきたいと考えています。ご縁がありましたら引き続きよろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで淳さん、お疲れ様でした。ありがとうございました。どうでしたか？普通の面接通りうまくできましたか？そうですね、やっぱりこれを聞いてほしいなっていうパスを出したつもりが、はい、そこじゃないこう返しみたいなのが来た時に、うん、うまく軌道修正できるかなっていうちょっと焦りもあったので、うん、自分の中ではちょっと90点ぐらいで、今日は結構高いじゃないですか。いや、やっぱ100点は目指したいですよ。じゃあ早速土井さん、合否の発表お願いします。はい、今回の面接は合格です。素晴らしかったです。おめでとうございます。早速、はい、の方、ニードバックの方お願いします。はい、5つあるんでゆっくりいきますね。はい、1つ目、継続的に、違うエピソードで同じ強みを発揮できていたことです。1つのエピソードしかない人っていうのは、本当にこの人ってこのパフォーマンスを会社でも出せるのかなという不安を抱かせてしまうんですけれども、このチームファーストに関して特にですね、さまざまなシチュエーションにおいて一貫して、同じ強みを発揮されていたので、まあ、確かに言う通りチームファーストできるだろうなっていう信頼につながっていた。それが本当に素晴らしいと思います。これが1点目です。はい、2点目なんですけれども、デベロッパーで一番必要とされる能力って、全然やる気のない人もいれば、はい、反対の人もいれば、すごくやる気にものに払ってくれる人もいて、年齢も立場も全員バラバラをまとめ上げなきゃいけない、はい、っていうことができるのかなっていうのが面接で毎回問われるわけですね。で、それができるよっていうことをこっちが突っ込まなくても、そもそもバスケ部の話で出してくださったんですよ。話が早いと思いまして、この全くねポジションが違う、その一人一人面談しないとそもそもお話にならないような人たちをどう統率したかというエピソードを通じて、やる気ない人でもいろんな、説得の仕方をして、おそらくそれこそ再開発みたいな難しいプロジェクトを何とかやり遂げるだろうという説得性を持たせたっていうのが大きいですね。で、それから3つ目、リフレーズというスキルをよく使っていらっしゃいました。これはですね、相手が何かを発言した時にそれを言い換えてもう一回返す能力のことなんですけれども、面接官がこういう質問しましたっていう時に、あ、こうこういう質問ですねってこうリフレーズして戻してるんですね。で、これを自然にされると面接官であったり、まあ、普通の商談であってもこの人話聞いてくれてるなって心理的に思うんですね。これを、あ、自然にやってましたなんていう怖い人は淳さんぐらいしかいないと思います。すごい、ありがとうございます。はい、4番目速度が素晴らしいと思います。お話しされてる速度がアナウンサー的なベスト速度ですよね。相手にとって届きやすく、かつ不快感がない、
ない、うん、これは非常に持って生まれた才能として誇ってほしいと思いますし、なんだかんだじゃあその先ほどの異なるステークホルダーに説得をしに行かなきゃいけないっていう時に信頼できそうだなって思ってもらえるという印象が作れている、その時点でまず一歩目勝ってるんだと思います。素晴らしいと思います。で最後なんですけれども、チームファーストっていうふうにおっしゃった時に、いろんなチームファーストのやり方ってあると思うんですよ。非常に良かったのが感情と分析を両方使えてたことですね。できっとこの人はこういう弱みとこういう強みがあるから、こういうふうに合致させたらチームが発揮できるなっていう、これは感情よりはまあ論理的な思考力ですよね。でも一方でモチベーション下がってる人って正直チームだったら切り捨てる方がバスケット勝ちやすいじゃないですか。でそれは感情で、まあ、切り捨てずに全員連れていく、でそのためにはどうしたらいいかっていうモチベーションも持っていた、この両輪を発揮しているっていうところが、どうしても全員を説得しないと絶対に開発ができないっていう、デベロッパーの性質としては必要です。デベロッパーは一人でも反対する地主がいたら再開発できないんですよね。だからその面において、あ絶対うちに来てほしいなと思わせる力があったと思います。ありがとうございます。というふうにですね、いかに素晴らしいかを5つのポイントで解説させていただきました、はい、なのでほぼ改善点がないっていう素晴らしい、はい、面接なので非常に恐縮なんですけれども、はい、まあ強いて言うならば、今回は表に出ていなかった仕事機の面で、なんでこんなに優秀な人がうちを受けているんだろうと思わせるに至る、なんかこう感情的なエピソードがその会社さんとつながりであると素晴らしいと思います。頑張ってください。はい、ありがとうございます。じゃあ、初瀬さん、もう一個面接が残ってるということで、はい、多分今回のフィードバックを参考にして、はい、頑張って、また内定したらまたぜひ出てください、週末に。頑張ります。ありがとうございます。はい、ということで、今回の面接はこれで以上になります。鳥井さん、初瀬さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ちょっと待って、知ってる？ダイアリーのサイトでは、その企業から内定をもらった先輩のリアルな面接動画が見放題。志望動機とか参考にできるじゃん。絶対にここでしか見られない。無料登録で今すぐ見てね。概要欄からチェック。